東村明子と虹組きらラ,ラのみもふたもないと,ないとこの番組は漫画家の東村明子が皆さんのお悩みにみもふたもなくお答えする相談解決番組となっております今日は1月15日、うん、成人式えおめでとうございますうちの健一の誕生日ですよあそうなんですか <laughs>、うん えお父さんおめでとうございいまますす思い出しますお父さんの誕生日に弟と2人でお小遣い出し合って1,500円ぐらいずつ出して宮崎の町の雑貨屋さんに行ってうちのお父さん結構何でも鑑定団好きだったからそういうなんか。 古いランプみたいな、古いっていうか、別に古くないんだけど、うん、なんかこう。アンティークの。アンティークのランプみたいのがあって、それを二人で、これだったら、お父さん喜ぶはずって言って,買って、かき、うん。で、お父さん誕生日おめでとうって言ってあげて、うん、あどうもどうもって言ってもらって。うん、次の日。乾電池と一緒に捨てちゃったんや。うん、ええ、捨てた。<laughs> 乾電池捨てる。バケツみたいのがあって、台所の隅に。うん、そこ、朝起きて。 あの冷蔵庫のとこ行ってなんか水飲もうかなみたいな感じで冷蔵庫のとこ行って「あれ?」って二度見もう華麗な二度見して私もうんか人生最大の二度見ですよ。あれって見たら乾電池とかなんかそのなんて蛍光灯とかと豆電球とかの不燃ごみとのバケットの中にそのランプがガスッて捨ててあったちゃんと仕分けはしたんだ燃えないからね。うわーってなってお父さんに「お父さんこれ」 去年ゴミの中にあったけどって思ってったら、うん、お父さんが、ああ、もう、それは偽物ですよ。<laughs> それはね、最近作られたもの。とか言われて。<laughs> こだわりがある <laughs>、うん。頭おかしい、この人と思って。<laughs> 信じられんって思って、そんな思いで鑑定したんだ、お父さんは、ちゃんと自分で、うん。あ、これもね、最近作られたものですよ、土産屋の。とか言って。<laughs> 捨てるかね。この私から。そういうことじゃない。そういうことじゃない。 思いやりとかその子供がお小遣いために買ったとかそういう情報はお父さんにとっては本物かど,う鑑定団かどうかっていうだけしか見てないから、ね、まあ確かにそんなことをね、うん、思ってたら鑑定できないもんね、うん、そうそう、うん、これは心はこもってるとか思うとねそうそうそう心と関係ないみたいな <laughs> いおかしいけどね、うん、<laughs> さあじゃあお悩みいきましょう、はい、ラジオネームみーちゃんさん東京都35歳雌豚の方です、はい あきこ先生、きららさん、東村プロの皆様、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。早速ですが、仕事の悩みを聞いてください。うん、上司が遅刻常習犯です。うん、今の勤務先は朝9時半までに出社と決まっています。うん、もちろん電車の遅延は認められますし、うん、体調が悪い時も通院後に出社などもできます。うん、突然の有給でも。 当日のの仕事の引きき継ぎさえすすれば特に問題なく取得できます、うん、連絡さえすれば休みや遅刻にはそこそこ寛大な会社ですが上司は無断遅刻無断欠勤の常習犯です電車も遅れていないのに、うん、電車遅延の連絡嘘連絡多分寝坊、うん、出社時間過ぎてから体調不良連絡多分寝坊 特に何も連絡がなく、うん、10分遅れて出社多分寝坊、うん、出社していないと思って連絡してみると体調悪かったと言い訳多分寝坊と、うん、部長や役員は出勤時間の規定はありませんがその上司は違います、うん、休みに緩いからこそ最低限の出社時間くらいは守ってほしいし毎日きちんと出社している私たちがバカみたいです遅刻常習犯でも仕事ができればいいじゃんと思いますが 資料提出日など、うん、仕事の締め切りすら遅れます、うん、会議にも時間通りに来たことがありません<ー>正直いてもいなくても変わらない上司なのでやめてもらいたいです、うんうん、社内規定に沿って懲罰同義相当だと部長に伝えても そういうのは結構面倒くさいので、うん、査定時に大幅にマイナス定評にして、評定にしていると。部長は言っていて、納得できません。部長の責任になっちゃうからね。うんうん、そこで、彦先生に相談です。遅刻、うん、常習犯で、仕事の締め切りも守らない上司に、時間を守ってもらうには、どうしたらいいでしょうか。うんうん、仕事の質はどうでもいいので、時間だけでも守ってほしいです。うんうん、新卒でもできることなのですが。うん、私が昇進したところで、その上司と同じ地位になるだけで、解雇させられません。うんうん、先生も、現行など、たくさんお仕事の締め切り。が あると思います先生の締め切りや時間管理方法などあれば教えてくださいよろしくお願いします、うん、最後に、うん、寒くなってきましたので皆様体調にお気を付けください、ね、大変、うん、すごい上司だな、うん、やっぱこのさ絶妙に10分とか、うん、絶妙に電車遅延体調不良を使ってくる、うん、ね、うん、絶妙にギリギリ懲罰会議にかけるほどじゃないっていうのが 確かにわけじゃん10分くらいならってなるもんね、うん、私やっぱりいつも10分遅れてくる子とかアシスタントでいたりするしあ<っ>今もいたりとか、えー、前もいたりするけど、うん、基本スルーだね私も見逃してる、うん、ううなんていうのかな10分ぐらいだとっていう感じでじゃ、うん、多分その会社もそうなんだろうね、うん、じゃあ何分から起こるの ちなみにまだ30分30分からうんなるほどでも治んないよこれね病気でしょ、うん、遅刻の人ってまあね、うん、生まれつきの生まれつきの遺伝子でしょ遅刻ってせめて資料提出日とか仕事の締め切りは守ってほしい、ね、関係あるかそんなの関係ない締め切り日だろうがなんだろうが朝寝坊すんだから<ー>別に一緒のことよ、えー、治らんもの 遅刻する人は自分が遅刻するって思って動いてないからね別に、うん、間に合うって思って動いてるからその間に合った時の経験がベースになってるから <laughs> うか、うん、奇跡的に電車に乗るタイミングがうまくいったりバスの方がうまくいったり、うん、奇跡的にいろんな偶然が重なって、うん、このこの時間に出ても奇跡的にギリギリ間に合ったことがあるっていうのを基準で家を出てるから。うん <laughs> そうあの本人は遅れると思ってないのよ。でも上司に慣れてるってことは、うん、ちゃんと昔はできてたんでしょ。うんうん、そうじゃないと若い時はね。そこから上司までね。その地位に行けるてるんだから。ちょっとたるんでるだけじゃない。そうね、うん、そう。若 -1 年目から遅刻しまくってたわけじゃないからね。うん 中居君なんて365日、まあ、会,社会社がある日は、うん、中居君ってうちの映像作ってくれてる子がいるんだけど、うん、アンチックの映像を撮ったり、はい、あの子会社員時代、うん、全ての日遅刻してたらしいよ。でもおっ沖縄の子だからうん、うん、全ての日遅刻してたらしいよ。 でもなんかすごいなんていうの人気者だったらしいよ会社では性格がいいからね性格がいいけどそれをこの人ものかな,んかなんかチャームで乗り切ってる感じがするよね <laughs> その上司が、うん、部長がまあまあいいじゃん、うん、みたいな感じになってるってことでしょじゃあ悪い人じゃないのかな、うん、治んないの、ね、よ遅刻はもう 石田さんもちここまでね、漫画家の石田孝さんもねあ。あ、でも確かにチャームがある。うん、でも許しちゃうじゃない？<laughs> そうどうしましょうこれは。だから、その部内で、うん、部内で罰金システムにするとかね。ああ<ー>、ちょっとゲームっぽくね。まあそんなもできないか今時。 遅刻したら1,000円でそれ忘年会で使えますからみたいなの昔の会社とかだとよよくやってたねそういいいうこと上司にに言くねそうねそういうお金をね自分たちだけでやってるのを上司に見せるうん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 それか朝すごい朝ちょうどに来ると楽しいことをやってるよっていうなんていうのかなああ何課長だとしたらああ課長 朝10分遅れたからあれ見れなかったんですねとかあの会話参加できなかったんですねみたいな、うん、私昔ねなんかアシスタント、うん、私も結構まあそのボスだから、うん、結構1時間遅れたりとか、うん、30分遅れたりとか、うん、全然平気でいつも遅れて仕事場行ってたんだけど、うん、カンドラハまってから、うん、みんなで、うん、あのコロナの期間に、うん、愛の不時着とかハまってから全く遅刻しなくなった。要するに 朝一発目にその話をしたいみたいいみな昨日何話見た <laughs> みたいなの朝一発目にみんなと同じ状態でその話したいみたいのがあって、うん、そこのに30分乗り遅れるとその話を逃すって思って、うん、遅刻しないから最近さっきの遅刻するやつってのはもう治らんのよねって言って自分だったの。 治ったんだ,だから仲良くないんだよだから結局この部署がね心がバラバララなの、うん、だから何て言うのかなもういいやって思ってるわけじゃんこの上司もね、うん、仲良くしてまずね「北風と太陽」じゃないけど、うん、も本当なんか困るんであの、うん、遅刻しないでくださいって言っても治んないけど。うん うん、楽しいことがあればできるんじゃ、まあ、そんななんかぬるいね回答はみんな求めてないかもしれんけど <laughs> でもうちはカンドラでマジで誰も遅刻しなくなったよマジでもう喜びさんで仕事場に来てたからみんな <laughs> じゃあまずその上司と仲良くなるってことだからもうカンドラを見るしかないじゃんだから <laughs> その上司カンドラで行くからいや,いや,いやカンドラはもうおじさんたちも愛の不時着はもうドハマったから、うん、全員。 「愛の不時着見ましょうよ」って言って<で>私がすごい聞いてるラジオがあって、うん、そこでもうめちゃ進めてたから、うん、職場の人みんなで見るとすごい結束が固ままるっっっててて言たから見ましょうよみんなで朝見るの朝,朝じゃなくて夜見て朝その話その話がしたくって会社に来るみたいのってあるじゃん。休憩時間でいい,でしょ 1> いや1時間半だから1話。 一応1時間半だから休憩あさおしゃべりがってこといや待てない待てない休憩も朝一発目に昨日さあのシーン見たんだけどって言いたいんだものそうな目ちばしってくるよみんなうち仕事場にほんとにすごい職場ですね仲良くせんとね仲良くしてでもあとはもう諦めるしかないよね仲良くすることはい方法でうん 干させるっていう風に振った方がいいんじゃない直談判するとか、うん、もっと来なくなっちゃうかもしれないそれかまず逆に考えるともっと遅刻させる、うんね、もう1時間とか<あ>もっともっと遅刻させてマジで懲罰会議にかけられんとまずいっていう時間ぐらい遅刻させるしかないよね、うんうん、なるほどねそれが北風の方で、うん、北風で、であのドラマの方が太陽の方ね、うんうん、っていうことですねじゃあお言葉いきましょう、はい、見もったもないお言葉お願いします よー。伊藤くんクラスは見なくていいかもしれない。あ、一話だけ見てもいいかもしれない。何 <laughs> て？伊藤くんクラスってドラマと、はい、愛のふじ着ってドラマが日本すごい流行ったんだけど、私、まあまでも伊藤は後半だれるうん,<ら>うんからみんな見てないの？それでも芸能界の人なの？<laughs> 愛のふじ着は、ね、世の中だって今年の流行語。 でしょうみたいな感じでしょ流行語でしょ不時着あそうだよね雅美さんたち見てるからね流行ってるもの見ないとみんなついていけないよ私私たちもう忙しいか見たくなかったけど見たからね見たらハマったけどね <laughs> 流行ってるものは見ましょうみんなね EB、はい、芸にはドラゴンボールしか見てません <laughs> まあ,あの君たちはそれでいいよさ <laughs> 次のお悩みですラジオネーム風と共にパピプさん 奈良県36歳、メス豚の方です。アキコ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく聞いております。早速なんですが、お悩みを聞いてください。6年前に結婚して、夫と楽しく生活してます。3年前、新居に引っ越したのですが、それからしばらくして、主人のお母さんが、私の趣味に合わない食器やタオルなどをプレゼントしてくれるようになりました。最初は、ありがとうございますと言って受け取っていました。 目に触れないようにしまっておいてお母さんが来た時だけ使えばいいかなと思って地獄しかし月日が経つごとにどんどんエスカレしていき最近全く私の趣味に合わないカーテンをプレゼントされました最悪。使わないわけにもいかないのでしょうがなくそのカーテンに変えましたどんどん侵食されていってます主人に言ってもそんなのどっちでもいいでしょうって感じです我慢の限界ですカーテンはどうやっても毎日私の目に入ります私はどうしたらいいのでしょうか 家を建てる際お母さんにお金の面で援助してもらったこともあるので、うん、強くは言えません助けてください今まででね一番大変な悩みこれ <laughs> 今までで一番ヘビーな悩み、うん、美食探偵の冷蔵庫ちゃんのねそう私もこういうのすごい嫌な方だから、うん、これねしょっちゅう来そうだしねこのね<う>お母さんね<ー> 食器はまあねしまって私食器も嫌だけどね、うん、私もう家の中にそれがあるのが嫌だからさタオルはいいタオルも私嫌だね私実の母親が買ってきたものでもやっぱ嫌だからねタオルも私タオルも全部同じ色じゃないと嫌なのよ、うん、へえそのバラバラしたやつも嫌なのどうしてもすごい大雑把なのにそういうとこあれなんねいや、うん、もうねあのねなんてホテルみたいな家じゃないと、うんうん、嫌なのよ水回りだけでも。 風呂場だけでもねだから全部茶色いタオルとかにしないと、うん、もうやるのよ、まあ、私はなんか物書きだから、うん、タオル一枚の柄見てもいろいろ考えちゃうのよあー、ね、バーってそれが嫌なのだか,だからシンプルな方がいいんだけど、うん、カーテンはきついカーテンはきついね <laughs> い部屋の一番のメインの面積占めるところでしょ、うん、カーテンと絨毯がは。うんうん、おしゃれなカーテンでも嫌だね。 ふざけんなですよこのばばカーテン送ってきやがってですよカーテンはちょっとおかしいじゃないのこのお母さん考えないとねカーテンはいくらんでもおかしいでしょってか食器買うのもおかしいよでも家を建てる際お母さんにお金の面で援助してもらっとかそんなのこっちのこっちの家なんだよっつってこっちの空間なんだよっつってでもまあ言えないよね買うのが楽しいのよねお母さんは買う瞬間買いたいだけなのよ買いたいの かもう自分は買っちゃってるから買いたいのよ。うん、じゃあ子供とかできたらどん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 ね子供の洋服とか最悪だよカーテンとか子供の服もね。これどうしたらいいですか。<laughs> もう本当に切実ですよ。ヤフーチェーン袋には何て書いてある？<laughs> <laughs> <laughs> なんかヤフーチェーン袋頼ることが多いんですね。うん、すごい頼ってる最近。うん、<laughs> えみんなでググる。 どうすればいいのさ、までももうどっかでね断らんといかんから、そうね、まちょっとこのお母さんはねちょっとおかしいんですよそもそもね、まずまず一点、このお母さんは普通じゃないです、まず変な人ですすごく、ま天然なのかもしれない、あのおかしいです感覚が、そう思いませんか？思います、まともじゃないという定義でまずあの向き合ってください。 人んげにを、か、<え>人、人のお家に、人んげにカーテンをね。送ってね、カーテンしろなんてね。<laughs> 同じ九州人でも分から方言、カーテン。おかしいおかしいね、確かに。な、おかしいから、まともに言っても。うん ひどいってなってメソメソするタイプっていうか、うん、嫁にこんなことこっちはなんかすごいね、うん、いいやつ送ってあげて、うん、デパートで買ってねいくらもするのを送ったのにいらないって言われたのよ、うん、メソメソみたいな感じなんですよね。うん、旦那さんが言ってくれないとね。旦那なんかこんななんなんも当てにならんよこんなのだって男からしたらカーテンなんかなんだっていいんだものそんなのう,うん。 だから目に、うん、は目をで、うん、こっちも頭がおかしいふりをするしかないんですよ。うん、<laughs> こっちの。うん、こっちあこの。得意な技。得意な技ですよ。<laughs> じゃ、どう、どうしたらいいんですか。カーテンをもう使わずに、自分の好きなカーテンにして。うん、お母さんが来た時に、あれ、私があげたカーテンはって言ったら。うん、その、あの、私があげたカーテン使ってないのって言われたら。ええー。 あれとか言ってればいいんだよ。<laughs> <laughs> <え>あ、いいわよ。またプレゼントするから。あ、はい。え、何の話ですかっていうか。はいって、言ってすごい素敵でした。あのカーテン。って言えばいいんだよ。すごい可愛い,いカーテンでした。で、使えばいいじゃない。そうですよね。使います。って言って、また、来た時使ってない。ないあれ。使うって言ったじゃない。って言ったの。うんは 使おうと思っててみたいなすごいすごい可愛かったのカーテンもうね噛み合わない会話がこの嫁おかしいっていうぐらいまで持ってかんと思うさすっとぼけるしかないそないよすっとぼけるしかすっとぼけ作戦しかないよそれで怒り怒り狂ったりはしないでしょこのお母さんヤフー知恵袋にもそんなのは載ってなかったでしょすっとぼけるしかない似たようえん質問がねびっくりした すごいもうね使わないの、うん、カーテンは、うん、使わないもう使ったらまたふあ、うん、私のセンスで選んだもので喜んでるこの子って思われるから、うんうん、使わないっていうのはもうまず絶対的にそこにいを打つしかなの、うん、でその後のことはもう知らんと、うん、それで泣こうがわめこうがね「うん、もうありがとうございましたカーテンすごい素敵でした」で「はーってしとけばいいのよ。うん <laughs> もう、おどつくとダメなの、こういうのは。なるほどね。じゃ、あ行きましょう。身もたもないお言葉、お願いします。よ。もう使わないの。全部。もうね、使わないのよ。あまりのショックな悩み相談で。使わない。乗り移ってるじゃん。使わないで、あんに分かってもらうしかない。あんに分かって、この子おかしいなから。 もしかして私のやつ嫌なのかなとか意外と頑固な子ねとか、うん、だったら言ってくれればいいのにとかいろ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 もや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 考えてるも、うん、いつかいつか親っていうものはね、うん、自分より先に老人になっていくから、うん、やり過ごそうそれでね。じゃあカルドともしかないカーテンはまた自分のいいのに変えましょう,そ,うそして頭のおかしいも自分の家だし自分の人生なんだから、うん、確かにそうですね、うんうん 番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛てのメールアドレスみもふたドットアラット G メルドットコムです。採用された方にはみもふたステッカーをプレゼントします。エンディングです。さあ今日も東村プロ芸人から悩みが届いております。えー、R1 が出られなくなったという、うん、その一言の。<laughs>

14年であのネタなの<や>なんでやっぱさいくらやっても腕が上がんない人っているのかなやっぱりいやそれはね、うん、あのまあまあ少しずつ上がってきてるんですよ、えーもえー、でもそれさコンビの時も含めて14年ってことああそうですそうですノーベンバーズだっけノーベンバーノーベンバーノーベンバーの時はまだ面白かったのその時は相方がいるから <laughs> ノーベンバーなんで解散したの あのー、まあもう相方元相方はもうちょっと一般人なんであれですけどできちゃった結婚して就職するってなってでもさなんか前さうちのライブの時にさ来てたさよその吉本とかの芸人さんがさ「あノーベンバーノーベンバーの人」とか言ってたよね、えー、一緒にライブ出たことあるとか言ってたよね<あ>最初の頃誰やったかなあれっていうか芸人の知り合いが多いもんね まあそうだしをはいえピンになってから何年とかじゃないのピンになってからじゃないんです経歴って書いてあるいひどいそこはごまかせるとはああああでもソニーの事務所ソニーさんはと若手部門とおじさん部門で分かれてておじさん部門でその規定で出れる人三人しかいないらしいんですよあみんな長いからねだもうちょっとそっか錦鯉さんは 20年以上じゃあ。でもなんか組み替えたから政府とかって言ってたよね。今は結成から。あ結成からなのね。でも R1 はそうじゃないんだ。芸歴ってことなんだ。ああ、そこが違うのな。2010年以降ああ、じゃあもうでもさ、じゃ冷蔵庫マンさんとかだどな冷蔵庫マンさんだっけ。 うん、冷蔵庫マンさんとかダメージあんなに面白いのにでも結構俳優として活躍してるからかえ、そうなの、うん あんなにネタ面白いのにそうなんだ。ね、もったいないよ。てかもうみんなダメじゃんね、それだと出れないよね。結構イブ議員の人は。え、マダコもダメなのか。え、あるわん？ヤムチャっていう別人を出そうかな。一緒やん。序列聞いそうか、切苦いね。それはまあどうしたらいいですか。これは悩むうん、だどうしようもないでもどっちみち出ても一回戦負けだし、別に関係ないな話じゃない。いやいそうそうなんです。 なんかもう、うん、ねあの、うん、スペースシャトルに乗るのが年齢制限で私ダメだわとか言ってんのと一緒でさ <laughs> おめえが乗っても乗らなくても世の中も宇宙も宇宙開発も変わんねえよみたいな感じだからさでもちょっと年末年始の風物詩みたいなところがあったあ、うん、あなた出た出ことあるんだっけある出すの で五5回ぐらい出てます。で全部1回戦落ちじゃあもう別にいいじゃん。関係のね話だよ君には。いやいいんですけどやっぱなんか出たいまあそう参加はしたいみたいなね。参加はんかその1%の望みでもやっぱりどうにかしたいまあ夢を見るのが仕事だもんな君は。 夢を見るだけも人生でもね喜びだからコンビ見つけてね M−1 の方に変えたらそうだよコンビにしなよもうそれもありますけどねもう一人はね無理だよ君だって努力しないしさいやしてますよでもまあコンビどういう人がいいかもちょっとで他から引っ張ってきてフリーの人とか

最近多いねそのなんかこの時間無駄だね。いやじゃあ待ってください。不毛じゃない。な <laughs> いやでも悩み相談ですよ。じゃあ見守ってもらう言葉<ー>いきましょう。うん、<laughs> 見守ったもらう言葉お願いします。よ,<ー>よし、これを機にスタッフに回って安ンのマネージャーやってもらいましょうょっょっ待ってください。い,いや拍手じゃない。拍手じゃないですマネージャーが向いてるよ。 いや向いてるかもいや絶対まいや私翔平はマネージャーの才能はあると思ってるあこれねごめんこれ先生去年から言ってる去年から言ってる私キララに個別ラインで翔平絶対アンチックのマネージャーやらすといいと思うよいやりませんやりませんやいこういう人仲いいじゃんまあ横にさファイル持ってスーツ着て立ってるとさそれでさもしかしたらさ君 なんか芸人向きだねって言って棚ぼ本でなんか仕事来るかもしれない逆輸入みたいに何もしてない,ない,ない絶対ないそんなこと絶対ないロッキーがさマネージャーやったらまさかの花開いたように、うん、あんただってさううマネージャーやってみればいいじゃない、うん、もったいないねってそうロッキーもそのそれで仕事もったりするマネージャーの才能 るんだからさ、キラリと光るキラリと光るマネージャーの才能あるんだよ、から何を見て言ったんですか何を見てマネージャーを要するになんかあのあの顔がマネージャーっぽいモブっぽい脇役っぽいっていう方矢崎マネージャー最後アンラバの売り込みをね言ってちょっと終わってくださいだから私こっそりあんたらアンラバの現場になんかつけてるところあるんだよ これ、本人には秘密の話ね。それじゃ、あちょっとアンラバのことをお願いします。アンチクラバーズ、え、ちょっと、あの、今、お笑い界にはない。テイストのコントをやりますので、ぜひ。業界の方、よろしくお願いいたします。先生や。マネージャー。の先生。